コアッパどもを引き連れての戦いか。コアッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。ここが赤き谷、何かの遺跡なのね。まあいいわ。先生、始めましょう。盗賊団は谷の奥へ追い込まれているはず。キュウソに噛みつかれないようにしなくてはね。クソ、騎士団の奴らか。こんなところまで追ってきやがって。お頭、もう逃げましょうよ。奴ら相手に勝てっこないですよ。バカ野郎、今更どこへ逃げるってんだ。
死ぬのが怖くて盗賊やってられるかよ。先生、西側に裏道があると聞いたわよね。西と正面二手に分かれてはどう？うまく進軍できれば敵を攻撃できるわ。どうするかはあなたに任せるけれど、何にしろまずは橋を渡らないと。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。舞台に上がるより緊張するわね。引きこもっていたい人生だったのに。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ、行くぜ。行きますか。ありがとう。先生、奇襲有利思います。戦いの空気苦手だ。やっ、見えた。これで決める。勝算はあった。ごめんなさい、隙があったから。こうやって実戦を経験させるのも教団の指導の一環なのかしら。はっ、助かったわ。
そろそろ危ないな。撤退したいな。ブリギットの誇り見せました。人、獣変わりません。沈める心、そして撃ちます。ご苦労様でした。ままならぬものですな。エーデルガルト様のためにも掃除しておきましょう。ほい、助かる。このお宝は俺たちが手に入れたもんだ。騎士団の連中なんかに渡してたまるかよ。加減すべきだった。経験してせっ、こんなとこで悔しい。私諦めませんから。答えのねえやつだったな。俺はまだまだ強くなれる。これが本物の戦い。意外と燃えるじゃねえか。
人生だったのに。さすがの活躍ですな。と、助かります。いい働きね。打って誇るほどの敵ではありません。
えるを実感できるよ。賞賛はあった。一歩前進かな。これが私の力よ。少し心が痛まないでもないけれど、必要な犠牲よ。加減すべきだったか。経験は糧になる。見事な動き。
征服です。貴族にとっては当然の成長だ。やはり盗賊風情、名家たる私の敵ではないな。騎士団じゃなくガキをぶつけてくるた、舐められたもんだな。てめえはまさかこの間の傭兵か。騎士団の連中と手を組んでやがったとはな。ぶっ殺してやる、生意気なガキどもと一緒にな。やっ、あんな奴の口車に乗ったのか。間違いだった。はっ。四季お疲れ様。同じ相手に負けるはずもなかったわね、先生。それにしてもこの谷、奇妙ね。この地に懐かしさを覚えるのは何故かの。着物小さいやつじゃの。わしが話しかけるたびに驚いておるではないか。まったく、戦いが終わったからといって気を抜きすぎではないか。まあよい、今はそれよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがの。この谷にか？一度来たら忘れられそうにない場所じゃが、やはりわからぬな。名前以外のことはさっぱり思い出せぬ。ただ懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ、慈しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、こんなところにいたのね。そろそろ大修道院に戻りましょう。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。谷に入った盗人を打ち果たしたのじゃ。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。
それはともかく、お主そろそろわしが話すのになれよ。その度に驚いて転ばれても困るわ。何転んでおらぬと？そのようなことを分かっておる。先生、帰り際に赤き谷を眺めていたけれど、やっぱりあなたも不思議に思った。そうよね、あなたなら私と同じように感じると思ったの。あの谷には多くの遺跡があったけれど、いずれもが奇妙なものだった。帝国のいずれの時代の文化とも違う建築様式で作られていたわ。もちろん王国や同盟領の独自の文化とも異なる。つまり谷は帝国成立以前の、気が遠くなるほど太古に存在し、そして滅んだ。先生はあの谷に一体何が住んでいたと思う？ずいぶん当たり障りのない答えね。そう、そして彼らの残滓はこの世界に未だ影響を与えているのかもしれない。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか？あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、フォドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち人々を救済したといいます。全ての聖あるものの母として、全ての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか？盗賊の件でお耳に入れたいことが。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そうすると今のわしは何なのじゃ？幽霊か？そのようなわけがあるか、アホめ。わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それとも何じゃ？わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上をさまよっておると。わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは、わしは